はい、どうも皆さんこんにちは、エマークでございます。さあ今回はですね、富士フイルムのカメラを使った動画撮影に最適なネイティブレンズをご紹介したいというふうに思います。というわけでこちらご覧ください。富士フイルムのネイティブレンズ、なんと16本ご用意させていただきました。それでですね、実際に様々なシーンでこちらのね、16本のレンズを使った、作例も撮ってきたので、そちらの映像も見てもらいながらですね、紹介をしていきたいなというふうに思います。ただですね、この16本の動画、1回の動画でですね、すべての映像を見せるというのは難しいと思いますので、今回はズームレンズ、そして、次回単焦点レンズ、またですね、作例の動画もね、別途、アップする予定ですのでね、そちらもぜひ見ていただきたいなというふうに思います。それではね、早速、ご紹介をしていきたいなというふうに思います。いきましょう。さあそれでは早速、富士フイルムのネイティブレンズ、ズームレンズをですね、ご紹介していきたいなというふうに思うんですけれども、ちょっとその前にですね、ズームレンズ大きく分けて2種類あるんですね。一つはですね、こちらもそうなんですけども、この軽量コンパクトで比較的安価なシリーズですね。はい、それからですね、画質に徹底的にこだわったレッドバッジシリーズというものがありまして、ここにね、レッドのバッジが入っているもの、こちらがレッドバッジシリーズになりますね。基本的には、このレッドバッジシリーズが、第三元レンズというふうに言われるものだと思います。でこれでは2つのシリーズからね、動画撮影におすすめなレンズというところで、ポイントとしては、発売日、それから焦点距離、F 値、質量、最短撮影距離、モーター、画質、AF 性能、ブリージング性能、参考価格というところを、考慮して、ご紹介していきたいなというふうに思います。でここでですね、ちょっとモーターというところがあるんですけども、これちょっとね、簡単にご説明したいと思います。富士フイルムのレンズだけっていうわけではないんですけれども、 AF 駆動をさせるときにですね、いろんなモーター形式みたいなのがありまして、富士フイルムのレンズもですね、 DC コアレスモーター、それからリニアモーター、ステッピングモーターという、3種類のモーターを使って、AF のレンズの、駆動をさせて AF を合わせているというような感じになります。で、どれが一番いいのかっていうのは、一概には言えないんですけども、比較的リニアモーターというところが、AF の、合唱速度とか、いろいろ速くなっておりますので、リニアモーター搭載のものを、AF という観点から言うと、購入するのがいいのかなというふうに思います。比較的ね、ズームレンズ、リニアモーター積んだものが多いので、その辺は安心して使っていただけるのかなというふうに思います。というわけで早速ね、1本ずつご紹介をしていきたいなというふうに思います。さあまず最初にね、1本ご紹介したいのが XF1855F2.8 から4というね、レンズになります。これですね、2012年11月発売ということで、かなりね、古いレンズにはなります。でよくですね、キットレンズ等に、使われていたレンズなんですけども、写りに関しては、結構いいレンズだと僕は思っています。で僕が一番最初に買ったカメラにはですね、このキットレンズが付いていたんですけども、しばらくね、このレンズはね、使い続けていました。はい、今はですね、ちょっとステップアップしてもう一段階上のレンズを使っているんですけども、最初の1本としては、かなりおすすめできるレンズだと思います。非常にね、コンパクトなレンズにもなっておりますので、古いレンズだけでもね、かなりバランスの取れたレンズじゃないかなというふうに思います。はい、続きまして、レッドバッジシリーズになります。 1655F2.8 同士のレンズですね。換算で言うと、24mm84mm ということで、いわゆるですね、標準ズームレンズというような立ち位置になっていると思います。で、こちらのレンズはですね、画質とか、AF 性能とかブリージングとか、めちゃくちゃ素晴らしいレンズですね。標準ズームレンズとして、これ1本持っていれば、大体どんなシーンでも撮れてしまうんじゃないかというような、レンズになってますんで、僕としてはめちゃくちゃおすすめできるレンズになってますね。ただですね、発売時期が2015年ということなので、こちらもちょっとね、古いレンズにはなってるんですけども、周辺までシャープな写りをする、レンズとなっておりまして、もうまさにちょっと単焦点レンズ並みの、写りをするレンズなので、ぜひ1855からステップアップする方はぜひこちらのレンズを、使ってみて見るのもいいんじゃないかなというふうに思います。さあ続きまして、 XF18mm120mmF4 のレンズですね。こちら電動ズームレンズになっております。僕がですね、もし仮にレンズを1本も持っていなくて最初にレンズを1本買うなら、
絶対にねこのレンズをおすすめしたいなというふうに思います。で換算でですね 27mm から 183mm まで撮れるいわゆる、便利ズームという立ち位置なんですね。で、これまでね、富士フイルムのレンズで便利ズームって16-80っていうのがあるにはあったんですけども、それよりもねもし動画を撮るならやっぱりこちらの電動ズームレンズ、18-120をねぜひ使ってほしいなというふうに思います。で比較的最近発売されたレンズでですね AF とか、ブリンジングとかもめちゃめちゃ優秀なレンズになってます。まあちょっとね、ボケ感は出しにくいんですけれども、まあ僕もね、作品撮りとかっていうよりは、普段のそのインタビュー撮影とか、取材とかにはもう必ずこのレンズを持っていくというようなレンズになってます。めちゃめちゃおすすめできるレンズだと思います。さあ続いて XF10mm24mm、換算で 15mm36mm のいわゆる超広角レンズですね。はい、F4 同士のレンズになります。で、レッドバッチシリーズで 8mm16mm というレンズも F2.8 同士であるんですけれども、僕はどちらかというとこっちの方がおすすめ。これなぜかっていうと、8mm16mm ってフィルターがですね付けられないんですよ。フィルター径が掘ってないのでフィルターが付けられないんですよ。ということで動画では若干使いにくいかなというふうに思っているので、こっちをねおすすめしたいなというふうに思ってます。でこの 10mm24mm、発売日が2020年の11月ということで、実はこれ前からあるレンズなんですけれども、最近ね新型になったということで、これ新型のレンズですね。で超広角から標準域までねカバーする、まあ、万能レンズと言っても過言ではないと思います。でやっぱりねフィルターをつけられるっていうのも大きいし、まあ、標準ズームとしても使えるので、まあ、めちゃめちゃ重宝するレンズということで、まあ、1本持っておいてもいいかなというふうなレンズになってますね。はい、続きましてこちらもレッドバッチシリーズになります。 XF の 50-140mm F2.8 同士ですね、換算 76mm213mm という、まあ、いわゆる中望遠ズームレンズといったところですかね。まあ、こちらのレンズもですね、まあ、2014年発売ということなので、まあ、やや古い、まあ、結構古いレンズかなにはなるんですけれども、まあ、写りとしてはねめちゃくちゃいいと思います。特にあのポートレート撮影なんかするときに、まあ、ぐっとね寄って撮ったりとかっていうことができるので、まあ、僕はこのレンズめちゃめちゃ好きなレンズの一つなんですよね。まあ、ちょっとね AF の部分でウォブリングが気になるかなっていうところはあるんですけれども、まあ、それでもですね、ズームとか、ズームインとかズームアウトとかをそんなにね対応しなければそこまで気にならないのかなというふうに思います。はい、こちらのレンズも僕は結構好きなレンズで、対応しているレンズになりますね。はい、さあ、続きましてこちらもレッドバッチシリーズになります。 XF100-400 の F4.5-5.6 の、換算で 152mm-609mm っていういわゆるね超望遠ズームレンズですね。で僕ね今まで超望遠レンズってあんまり使ってこなかったんですけど、今回これレンタルして使ってみたらまあめちゃくちゃ面白かったですね。で、撮ってみて思ったんですけども、まあ解像感もかなり高く、立体感のある描写をするっていうのがね、まあ、すごい優秀だなというふうに思いました。まあ、あとね、手ブレ補正もかなり優秀だなという印象ですね。まあ、この後ねもう一本紹介する超望遠ズームレンズあるんですけれども、まあ、そちらとどっちを買うかめちゃくちゃ迷うレンズかなというふうに思ってるんですね。まあ、僕今あのこれレンタル品なんで超望遠持ってないんですけども、まあ、次に紹介する、レンズとこのレンズでね、まあ、どっちか買おうと思って今めちゃくちゃ迷ってます。最後に紹介するのがこのめちゃめちゃ長い、超望遠ズームレンズですね、XF150-600mm F5.6 から8という、換算 229mm からなんと 914mm まで撮れる、超望遠ズームレンズとなっております。まあ、以前ですね僕これちょっとレビュー動画出してるんで詳しく知りたい方はそちらを見てもらいたいというふうに思うんですけれども、まあ、めちゃめちゃシャープで解像感の高い超望遠ズームですね。あとですね、まあ、今回飛行機撮影とかしたんですけども、まあ、逆光耐性もねかなり強いかなというふうに思います。こうやってねちょっと持った時の手ブレ補正、これがねもうめちゃくちゃ優秀で、まあ、今回ね飛行機撮影とか動物園で撮影をしてきたんですけども、まあ、結構ね手持ちで動画撮れちゃうんですよね。それぐらいめちゃくちゃ優秀な手ブレ補正だというふうに感じました。でねこれあとインナーズームになってるんで、これめちゃくちゃ長いですけどこれ以上伸びることはまあないわけですよね。というわけで、先ほど紹介したね、まあ、100、400とこの150、600どっちを買うかね今めちゃくちゃ悩んでるという感じです。まあ、絶対ねどっちか買おうかなというふうに思ってます。はい、というわけで今回はですね動画撮影におすすめな富士フイルムの
ネイティブズームレンズ、1,2,3,4,5,6,7 本ね、ご紹介をさせていただきました。まあどれもね、素晴らしいレンズだとは思うんですけれども、まあ僕がおすすめし、本当の意味でおすすめしたいレンズっていうところで言うと、まずはね、この 18-120mm ですね。まあこれは本当にね、万能レンズだと思います。はい、それから、画質にこだわりたいという方はですね、この1655という標準ズームレンズ、こちらもね、おすすめしたいなというふうに思いますね。僕は先ほど紹介した18-120と1655、これ結構使うんですよ。まあ、いろんな場面で本当によく使うレンズですね。まあ、あとね、僕なんか結構ポートレート撮影するんでね、まあ、単焦点使わないなら 50mm-140mm っていうレンズもね、かなりいいと思うので、まあどうですかね、どれを買うのが一番いいのかっていうところなんですけど、まあとりあえず最初の1本としてはこの18-120の電動ズームレンズかな。これさえあればまあ大体何でも撮れるからね。はい、というわけで、まあ今回はですね、富士フィルムのネイティブズームレンズ、ご紹介をさせていただきました。で、次回はですね、動画撮影に最適な、単焦点レンズの方をね、ご紹介していきたいと思いますので、そちらの方も楽しみにしていただきたいなというふうに思います。というわけで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。Mマークでした。さようなら、バイバイ。